どうも、手抜きのせいございます。魂ネーション2021が開催されます。今回は19日から21日なので、開催まであと8日ってことなんですけれども、ウルトラアーツからは、じゃじゃんと、こちらでございますね。19日から21日完全オンラインで開催される魂ネーションオンライン2021。はい、ウルトラマンシティーズは、いつですかいあ、ここだね。11月の20日。あ、もうウルトラマンが終わって直後だ。直後でもないか。30分あるから、ボイスドラマなり、つぶいまの見て、ちょうどいい感じですね。はい。10時から配信開始です。ウルトラ Z！これからウルトラマン Z ベータスマッシュのプレミアバンダイね、予約開始ということで、それを待機してるわけなんですけども、まずそちらの情報と、S.H.Figuarts ウルトラマントリガーシリーズがついに始動。トリガー関連は今回追加情報あるかな、どうかなって言ってるところはちょっと微妙ですから、トリガーダークとかね、ワンチャン来てほしいかな。僕の希望とすればやっぱカルミラーダーゴンヒドラムは来てほしいなってすごく思うんですけど、この辺来てくれたらいいなと。でも今回は、あんまりなさそうな気がするな。続々展開中のウルトラマンティガシリーズ。ティガシリーズはどうだろうな。この間ゴルザでしょ。で、ガッツウィングが来て。メルバが欲しいところだけども、順当にいけばというか、売れ筋的にも発売する可能性があるといえば、やっぱりウィルティガかな。あとはタイプチェンジ系だけれども、ここの辺がどうなるかはちょっと微妙ですかね。真骨頂で結構その体型のこだわりみたいなのもしっかりと、見せているので、リレコでパワータイプ出すなんてことはさすがにできないでしょうし、でも中村さんのね、その体型を、一度トレースしてしまえば、パワータイプだったりとか、イーブルディガだったり出せますから、この辺出てくれたら嬉しいかなってところはあるかな。そして、ウルトラギャラクシーファイト、運命の衝突。これが僕は本命ですね。これが本命。いやー、早くリブット、グリージョ、アルブソリュート、タルタロス、お願いしますタルタロスだったり、タルタロスはまだね、参考出典も出てないからってとこあるけど、リブット、グリージョマジでリブットグリージョは、もうずーっとしかも結構長い間、参考出展で、イベントとか何度も出てる。もう10回以上出てるんじゃないかなっていうぐらいすごい出てるんだけど、まだ商品化されないから、リブットグリージョは、そろそろ欲しいなと思ってますね。で、スペシャル生配信、生配信ではないのか、スペシャル配信がありますので、ウルトラマン Z、ハルキと、手田坂、来学、真中、健吾、そして、坂本監督も、坂本監督が引っ張りだこですね。そして、土屋新馬さん、ウルトラマンリブット、青年リブット、そして、ハンめぐみさんも、ハンめぐみさんに関しては、ここをなんて書くか難しいよね。ウルトラマンジャスティスでもあり、ソラでもあり、ペガでもあり、みたいなもん。忙しいよね。これなんて書くか難しいよね。そうですね。青年リブット、やっぱ土屋新馬さんがいるってところで、ウルトラマンリブットのアーツは、ちょっと期待したいなってところはあるし、でもここで、やっぱ春樹が一人ちょっと勝ち組感あるよね。だって全部出ちゃったんだもんね。っていうところで、いやーすごいね、春樹くんのね、ちょっと反応みたいなのも楽しみだったりしますけど、僕はそんな感じですかね。出てほしい願望も含めた予想はそんな感じですかね。とりあえずやっぱ、グリージョ、リブットは出てほしいと、もう、楽しみでございます。いや、タルタロスくん、タルタロス僕、タルタロスがめっちゃ好きなんです。タルタロス。カルミラダゴンヒドラム。悪役ばっかりってところでですね、プレミアバンダイで、ウルトラマン Z、ベータスマッシュ、S.H.Figuarts、今日の18時から、予約開始なので、もう今回は、もう絶対に争奪戦でしょうというところで、変えたのか、変えなかったのか。18時の出なきのさん、ウルトラマン Z、ベータスマッシュは変えたでしょうか？どうも、18時のデザキラスでーす。ウルトラマン Z、ベータスマッシュ、S.H.Figuarts、予約開始になりまして、予約できたのかと言いますと、予約、できましたー。やったー。すごい、もう、フィギュア1個予約するのに、ものすごいこの、なんて言うんでしょうね。気疲れというか、もうとてもすごい。いや、でも今回ね、正直、思ったほどじゃなかったなっていう印象はあるかな。デルタライズクローとかすごかった気がするんだけど、5分持ってますよ。意外と今回ね、余裕、正直。あ、5分持たなかったわ。4分で行ったわ。まあ、4分が遅いと取るか早いと取るかはまたちょっと難しいですけど、早いよね、十分ね。ただデルタライズクローは本当にね、秒だったんだよ。秒。だからそれに比べたらってところはあるかな。あと、プレミアバンダイはサーバーとかがいろいろ重くなったりして、その2個カートに入っちゃうとか、割とあったりするから、多分そういうのもあると思うんだけど、意外とキャンセルが出たりするんだよね。それで、在庫が一瞬復活したりするので、小1時間こう、ページをずーっと再読み込みし続けてると、変えるタイミングがこう、バッと来たりするので、ぜひともね、まだ諦めないでいただきたいなと思うんですけど、まあ、今回は割と僕は余裕だったかなっていう印象がありますね。すげえ緊張した。とにかく手に入れようという気持ちじゃなくて、落ち着け。まずは君が落ち着けっていうような気持ちでね、このページに挑むっていうね。いやー、すげえもう嬉しい。あとはもう到着がね、楽しみです。S.H.Figuartsウルトラマン Z ベータスマッシュよくできましたーやったーベータスマッシュそして魂ネーションウルトラマンのスペシャル配信もあるということなので新作ウルトラアーツも期待していきたいと思います。以上、デデキナスでした。それではバイバイ。